目のを山頂上から望む甲妻山と戸隠連峰。甲妻山は、新潟県妙高市と長野県長野市にまたがる、標高2353メートルの山。戸隠連峰の最高峰で戸隠浦山の数峰。日本百名山の一つ。別名、戸隠士富士。戸隠キャンプ場から一不動避難小屋を経て山頂へ、至るルートがあり、秋文社発行の山と、 高原地図18、妙高、戸隠、甘飾りの設定コースタイムでは、麓から山頂までは4時間以上の工程である。なお、戸隠山へも重層路が伸びている。2001年10月、戸隠キャンプ場から高地蔵山へ至る尾根を経路とする、新たな登山道が整備され、戸隠キャンプ場から一不動避難小屋を経由せず後、地蔵山を経て、高妻山へ至るルートを取ることも、 可能になった。この登山道は、従来の一不動経由の登山道に比べて、危険箇所が少なく、山頂までの所要時間も短縮することができる。長野県発行の新州山のグレーディングでは 4D となっており、一泊以上が適当、危険箇所が多いに分類されているが、ルート中に宿泊施設がないため、初心者や体力に自信のない人は入山を控えるべきである。 一不動避難後や江戸期以前に認識されていたピークと2011年時点における国土地理院地形図のコ妻ズマ山、オトツま山、両海山の名称とピークは相違しているとされる。これはコ妻から両海山に至るおねじょうにいくつもピークがあるがコ妻山と池の位置は正確なのでオトツマ山や両海山のピークなどがずれていることを根拠としている。ありがとうございます。